ティーラシン頑張れってなんかタイ語でなんて言うんですか、ティーラシンスースーティーラシンスースー、はい、ありがとうございます。じゃあ、応援します。どうも、川口プロデュースのリベロです。今日は清水エスパルスにティーラシン選手が正式加入が発表されたということで、記念にタイ料理屋さんに来てみました。秋葉原にあるバーンチェンさんというタイ料理のお店なんですけども、多分僕はタイ料理をちゃんと食べたことがないので、どんなものがあるかちょっとわからないんですけども、早速入ってみたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ遊びに来てください。はい。よろしくお願いします。お願いします。ティーラシン頑張れってなんかタイ語でなんて言うんですか、ね。ティーラシンスースー。ティーラシンスースー。はい。ありがとうございます。じゃあ応援します。ありがとうございます。アプリさん。はい。というわけでごちそうさまでした。秋葉原にあるタイ料理屋のバーンチェンさんというお店でした。初めてトムヤムクンラーメンを食べたんですけど、多分日本人向けにまあ、味もされてると思うので、僕ちょっとあまり辛いのがそこまで得意ではないんですけど、十分美味しく食べれましたし、今日すごい雨が降って、早朝は雪も降ったりして寒かったんですけど、もう食べたらすごいもう体の奥の方から熱くなるぐらい、それでいて辛すぎずという大変美味しいタイ料理屋さんでございました。バーンチェンさんですね。お姉さんたちも優しくて気さくに話してくれて本当にありがとうございました。ぜひティーラシン選手も機会があったらこの店にも来てくれたらと思います。この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは、本日のご視聴誠にありがとうございました。コップンクラー。